皆さんこんにちは、ハレイハナです。今日はこの前ツイッター X で私の過去の話をしようって言った時に結構聞きたいっていう声が多かったので、あ、今回撮ろうって思って撮っております。私の過去の話大して面白くもないですが、聞いていただけたらなと思います。それでは動画いってみよう。はい、まずは、そうですね、家柄の話をしようかなって思うんですけど、私の家柄は、簡単に言えば普通よりもちょっとお金のあるお家だったんですね。まあ、なんて言うんだろう、裕福まではいかないけど、生活する上で何も困らないような家柄でした。で、そこの家柄で本当に欲しいものすらないみたいな家で、なんでかっていうと、欲しいと思う前に世の中のものが手に入るっていう状況で、で、お金もそうだし、食べ物もそうだし、着るもの、住む場所、欲しいものが特になくて、それこそ小さい頃から海外に連れてってもらったりとか、まあ、いわゆる周りからは羨ましがられる存在ではありました。ただ、うちの家はすごく頭が固い家だったので、父親と母親がすごく勉強熱心な人で、世間体を気にする人だったので、勉強ができるイコール愛情表現っていう家でした。私、弟が一人いるんですけど、弟はめちゃめちゃ頭が良くて、もう母と父が引いたレールをしっかりと歩んで、しかもそれでさらに効果を出すっていう子だったんですね。本当に私の中では今はもうすごいなって思うし、弟みたいに生きていけたら私も良かったんだろうなって思うけど、私は正直小さい頃はずっと弟が羨ましくて悔しくて、本当に何だろう、自己否定が強い人間でした。で、母と父が、まあ、小学校の3年生とか4年生ぐらいから私塾入ってて、中学受験のために塾に入ってたんですけど、私と弟って2歳差で、私が3年生とか4年生の時に弟が1年生とかで、まあ私が塾入るから弟も一緒に勉強しなさいってことで公文行ったりとかしたんですね。私自身も小学校3年生4年生の時ぐらいからかな、もう今よりも忙しくて、学校終わったら月曜日から日曜日まで毎日のように習い事してるような家だったので、本当になんか器用貧乏で、スポーツ以外のことだったらある程度全部やってきたな。英会話教室だし、体操教室だし、絵画教室、絵描いてたりとか、あとは、お抹茶習ったりとか、マナー教室行ったりとか、なんていうんだっけ、お花行けるやつとか、あとは、ダンスもやったし、バレエも行ったし、とにかくなんか、思い描くもの全部一応やりましたね。そろばんとかもやってたな。そういうことをやっておりました。で、とにかく英才教育の過程で、まあ、何かしらでね、母と父も、何かこれがいいっていう才能を見つけてほしいがためにやらせたと思うんですけど、私の中ではずっと別に大してやりたくもないのに、すごい強制されてるなってずっと思ってたんです。私自身が何をやりたいかって正直わからなかったんだけれども、でも父親と母親に言われるがままにされることがすごく嫌で、すごくしんどかった思いは正直ありました。で、その時に中学受験をするってなった時に、今はすごい父と母と仲いいんですけど、私が中学受験を本格的に始める5年生とか6年生になった時に、弟もちゃんと受験期に入ってくるんですね。4年生だったり5年生だったりとかって。で、正直その時の塾って地獄みたいな塾のスケジュールで、小学校5年生とか6年生12歳10歳11歳とかなんだけど、夏休みとか全くなくて、お弁当2つ持たせてもらって、朝の10時から夜の11時ぐらいまで昼ご飯と夜ご飯のお弁当が来て、なんか死ぬほど勉強してみたいな。で、毎週1回テストあって、そのテストによって席順が変わったりとか。で、もともと私の持っている性質的にすごい負けず嫌いがあって、とにかく負けたくはなかったんですけど、私勉強する意味がわからなかったんですよ。正直行きたい中学校なんてわからないし、何がしたいかなんて正直わからない、何ができるかもわからなかったんです。やりたいこともなければ欲しいものもないし、自分で考えるっていうことがすごく難しくてできなくて、だからなんかお父さんとお母さんが行ってほしい中学に行こうって思ってたの、12歳の時に。で、その時に父親がある日
もう私があまりにも勉強ができないから、もうお前はいいわってなって、父親がずっと勉強教えてくれてたんですけど、あの弟に変わったんですよ、父が教える対象が。でそっから私見放されたって思って、まあこれは私のただの感覚なのであれなんですけど、見放されたなって思って、でその中でも頑張って受験勉強して、でまあ父と母が望んでたのかな、まあ妥協の学校に入ったんですね。でその学校が保育園から大学までエスカレーターで行けるようなお嬢様学校で、名古屋でも有数の学校でした、女子校でした。保育園から大学まで女子校で、私は中学受験で入ったんですけど、まあすごかったんですね、簡単に言えば。保育園から私立で大学まで行けるような学校だったので、それこそもう桁外れのお金持ちがいて、中学の時の会話とかが、今思い出しても寒気がするんですけど、スクールカーストっていうのがもちろんあって、うちの学校には一番結構はっきりあった、いじめとかも余裕であったし、そんなスクールカーストトップの子たちのところに、なぜか私気に入られたかなんかで入っちゃったんですよ、スクールカーストのトップのところに。もうそうしたらすごいんですよ、スクールカーストのトップになった瞬間に周りからチヤホヤされまくって、例えば体育祭があったら体育祭の実行委員長私になったりとかで、なんか項目ごと科目ごとの実行委員が全員スクールカーストのトップの子たちになったりとか、花ちゃんでよくないみたいな感じになって、なんか知らない間に私なんかみんながチヤホヤしてくれて怖かったんですね。私自身普通の家柄なのに、なんでこんなにみんなチヤホヤしてくれるんだろう、あそっかスクールカーストのトップに入ったからかって思って。でも私の性格はあんまり変わんなくて、そっからもスクールカーストのトップになったからって、どっちかっていうとなんか普通に今まで通り自分のやりたいことははっきり言ってっていう感じの性格を貫いてたんですよ。そんな時にうちのスクールカーストのトップの人たちって性格はそんなに良くなくて、学校の中で対象物となる人たちを定期的にいじめの対象にするっていうゲームをやってたんですね。例えば今日はこの子にしようとか、今日はあの子にしようとか、なんかすごいんですよ、休み時間ごとにその対象物が変わったりとか、それこそ1週間2週間になったりとかっていうのがあって、でその中で私がなぜか私が対象物になった時があったんですよ。次花ちゃん対象物ねってなった時に、本当にびっくりするぐらい誰からも喋りかけられなくて、本当にこんなにもみんな変わるんだっていうぐらい全員から無視されて、全員から悪口言われて、なんか学校で通りすがりに悪口言われたりとか、本当に何だろう、物壊されたりとか平気だったし、しかもうちの学校はそういう学校だったので PTA の方が強かったんですよ。だから先生に権利があんまりない学校だったので、先生が見て見ぬふりをしてたんですね、学校のいじめを。だから先生に助けを求めることもできなければ、父親と母親が一生懸命お金稼いで入れてくれた学校だから、父と母にもいじめられてる学校やめたいなんて口が裂けても言えなかったし、だからもうなんか自分もなんかいじめられてるっていうことを認めたくなかったっていう意地があって、負けず嫌いだから、だからなんかいじめられてないって思って頑張って半年間ぐらい過ごしてました。本当に私の場合そういう風だったから、いじめてる側も楽しくなくって、どんどんいじめがエスカレートしてって、私だけ最長だったのかな、半年間ぐらいマジでいじめられてましたね。なんか学校行っても生きてる意味ないねとか、私が今までで一番言われて今でも残ってて、まあその言葉があるから今の私がいるっていう感じなんですけど、言われた言葉が、お前なんかいてもいなくても一緒なんだよって言われたんですよ。なんかその言葉が今だにすごい残ってて、じゃあ私はいてもいなくても一緒じゃない存在の人間になろうって思ってるんですけど、まあ、そういう風な思いを持たせてくれたのはその子たちのおかげだなと思うので、ありがたいなとは思いますね、はい、そんな中で、いじめがあって、私が中学2年生になる頃の春に体調に出ちゃって、自分が思ってる以上に体に来てたらしく、体調不良になっちゃってドクターストップかかったんですよ。学校に行っちゃいけませんって医者から言われちゃって、そんなことあるんだって思ったんですけど、まあ学校に行けなくなったんですね。療養生活をしている上で、ある日父親と母親が、普通に私毎日毎日家にいて、毎日毎日なんか塾通いながら勉強したんですけど、その時に父と母が病院連れてくわって言って連れてったところが、
名古屋でも一番でかい病院だったんですけど、まあ固有名詞は出さないんですけど、名古屋で一番でかい有名な病院だったんですね。でそこで検診してたら、なんかこのまま入院手続きしますねとか言われて、えってなるんですよ、私からしたら。え、今日は普通に病院に来ただけじゃないんだって思って、父と母に騙されたって思ったんですよ。私入院っていうものがすごく怖いものだと思ってて、二度と出られないと思ってたんですね。自分の病気も調べたりとかして、その人たちの話とかを聞いてたりとかブログ読んでたりとかすると、一回入ったら出られないみたいなすごい恐怖のことが書いてあって、でそれが父と母が入れた病院だったっていうのが、なんか自分の中で、あ、父と母に見捨てられたんだって思ったんですよ。また見捨てられたわって思って、受験勉強の時もそうだし、こうやって入院するってなって、私は父と母に、なんだろう、見放されたっていうか、お手上げ状態だったんだなって思って、それぐらい私の病状ってひどいものだったんだって思ったんですよ。まあ病院に緊急入院することになって、14歳になる誕生日、10月の15日の朝夜わかんない、10月14日の夜か10月15日の朝方、なぜか面会時間じゃないのに母がいたんですよね。面会時間じゃないのに母がいたってことは多分緊急だったんでしょうね。もう医者が何て言ったか知らないんですけど、私の命って本当に多分究極だったんですよね。なんか生きるか死ぬかの瀬戸際じゃないけど、そういう状況で、その時の体重が26キロだったんですよ。155センチの26キロで、まあ常に心電図つけてるし、常になんか点滴、ここら辺になんか管つないでみたいなことをしてたんですよ。でそんな状態で病院服も着ててガリガリで、そんな状態で面会時間じゃないのに母がいたってことは、相当多分私も死の瀬戸際だったんだろうな。病院が許可したってことだからな、その状態で面会を、まあ、だからそのタイミングで10月の15日になる瞬間に私が意識がぶっ飛んだんですよ急展開、意識ぶっ飛んだんですね。原因不明の意識不明で、精神科の ICU にいました。精神科の ICU にいて、私その時に10日間の意識不明の重体になっていて、で私その時幽体離脱もしてて情報量多くね。私がベッドに寝てて、精神科の ICU ってリアルに真っ白で、真っ白の壁に真っ白の天井で、ベッドが1台だけあって、隣に心電図が置いてあって、私が横たわってて、管、もう穴という穴から管が入ってて、口にも4本ぐらい入ってて、鼻にも入ってるし、なんかここにもなんか酸素のやつつけてるしみたいな、ここにもなんか管ついてるしみたいな感じで、その状態で医者と母が私を覗いてるのを、私ここら辺から俯瞰して見てたんですよ。でその時に母が、この子は助かるんでしょうかっていう話をしてて、でそこで医者が言った言葉が、原因は不明です、助かったとしても脳に損害、損傷、脳に損傷を起こして障害者として生きていくか、一生植物人間状態ですっていうことを、私が上で俯瞰してた時に聞いてたんですよ。で私その時に、何してんだろう自分って思って、私は死ぬために生きてきたのかって思ったんですよ。何のために生まれてきたんだ、私生きたいって心の底から思ったんですね。それまでは別に生きてる理由なんて特になかったし、別にこのまま死んでもいいやって14歳ぐらいの時に思ってたんですけど、なんか俯瞰してた時に、父と母親がそれをすごい見たこともない表情で医者と会話をしてるのを見て、私何してんだろうって思ったんですよ。で生きたいって強く願ったんですね、俯瞰してて、俯瞰しながら生きたいって強く思って、パッて目が覚めたらベッドの上だったんですね。でそっから目が覚めて、10日間の意識不明から脱出して、あ、私は何かしらで死ぬんじゃなくて生きる道を選んだんだろうなって思ったんですよ。じゃあ自分が何をしたいかって正直わからなかったんです。でその中でなんか入院中って今マジで暇で、もうなんか何もやることがないんですよ。だからとりあえずサブスクフルで使ってやろうって思って、映画を見たりとか YouTube 見たりとかして、ある日私のきっかけとなる映画を見たんですね。それが大竹しのぶさんが主演の映画で、素晴らしかったんですよ。その映画自体には何の
何の救いもない映画だったんですけど、私の中で何か変わったきっかけだったんですね。この人たちの仕事ってすげえって思ったんですよ。人に何か影響するってさせるってすごい仕事だなって思って、全然わかんないけど私もこういう仕事がしたいって心の底から思いました。誰かのために生きるっていうことしか私はできないだろうなって思ったんですよ。自分のために生きるってすごい難しいことで、私の中では。だけど生き返ったってことは誰かのためになるために生き返ったんだろうなって思って、だからこそ何かしなきゃいけないと思って、だから役者をやりたいと心の底から思いました。牢獄と一緒みたいな感じの閉鎖病棟だったんですね。じゃあどうしたらいいか、今体重26キロの私が役者になるためにはどうしたらいいのかってことをすごい考えて、そこの病院が本当にすごくて、